はい、速稼塾のここです。オリンピックの森会長の女性差別発言が、まあ、物議を醸し出したわけなんですけども、その森会長がね、謝罪会見まですることになっちゃったんですよ。まあ、それでね、しっかりと謝罪するのかなと思ったら、まあね、これがひどい記者会見でしたね。自己弁護と言い訳と居直り、しかも記者を恫喝するところまであったわけなんですよ。でもプイッと帰っちゃいましたね。いや、これがね、恐ろしいのは、日本人ってこんなやつらなんだっていうふうに世界の人に同時配信されてるってことなんですよ。早速各国から批判が集中してますよね。で、こういうふうな不適切な発言をするというね、立場の人が代表に収まってることをどう思いますかって言ったらね、私が決めることじゃないね、そんなこと言ってますけどもね。で、批判があるんだったらそれはって言いかけてごまかしてましたけどね。いや、批判があるから、批判があるならやめるしかないっていうふうに口から出た言葉を飲み込んだんですね。危なかったですね。いや、でもね、もうやめた方がいいですよ。これはオリンピックそのものをやめた方がいい。こういう人をね、もうなんか杉村太蔵さんも言ってましたけども、政治家がオリンピックに絡むとろくなことがないんですよ。スポーツ選手が政治家になる分にはいいと思いますけども、政治家がね、しかもこの森なんとかって人はあれでしょ、なんか金メダルの一つも取ったことないわけでしょ。アスリートのことなんてね、駒だとしか思ってないんですよ。で、男女の差別発言がこれ昔もね、何点かあったんですよ。だからね、女の人のことなんて何と思ってないんですよ。それこそね、駒使いにぐらいしか思ってないんですよね、きっとね。で、オリンピックというその差別のない多様化のもうモテるね、世の中にしようっていうそのムーブメントに、その代表として収まる器ではないですよね。で、年も年ですよ。83歳に来て、まあ自分で言ってましたけどね、老害だとかなんとか言ってましたけども、いや、本当にね、この人害ですよね。きっとね、わかんないですけども、大東亜戦争の頃っていうのはこういう人がね、司令部にいて若者の支持に追いやったんだと思いますよ。まあそれでね、いろんな言い訳をしたんだろうなと思いますよね。なんかね、今が戦時下じゃなくて本当に良かったなと思いますよ。こういう人の、ね、指示で戦場に行く、徴兵されたね、赤髪で徴兵された二等兵、一等兵の本当ね、この理不尽さ、これないですよ。私は怪異になりたいっていうドラマがありましたけども、きっとこういう人のね、なんか無責任な指示が末端にまで行って、そして人を殺したくもない人がね、なんか戦犯扱いにされて公主権になったんじゃないかなと思うと、もういたたまれないですね。まあ、そこまで話広げなくてもいいんじゃないかっていう意見もあるかもしれませんけども、このね、森会長とか言って何なんだよとか思っちゃいますね、私はね。なんかもういつもいつもなんか私はね、こういう人に怒ってるような動画ばっかりになっちゃいましたけども、まあスッとしたんで動画終わります。ありがとうございました。